さあそれでは WBA の今日の試合のルールをご紹介しましょう。スリーノック男性で採点はジャッジ3人が行います。グラブはメキシコ製の8オンス。偶然のバッティングにより試合続行不可能な場合、4ラウンドまではドロー、それ以降は採点によります。またジャッジは10ポイントマストシステムを奨励されています。さあ第1ラウンドが始まります。青いグラブで戦います畠山貴教、 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦です。さあ運命のゴングはとうとう鳴りました。世界チャンピオンがいなくなって7ヶ月半、日本人チャンプが今この両国のリングで誕生するんでしょうか。第1ラウンドが始まりました。白井さん、はい、これまでの経過を見てきて両選手ともに仕上がりが素晴らしいですね。本当によくまあ練習したというね、体が締まってますね。グレッとして赤いトランクスがチャンピオンのチェ・ヨンス韓国、6度目のタイトル防衛戦、そして無敗で一度も負けることなくこの世界戦へ臨んでまいりました横浜光ジムの畠山貴教、22歳です。白いトランクス、白いトランクスの下の方がまるで炎のように燃え立っている畠山。左フック、このフックは当たると試合前から読んでおりました畠山。チャンピオンはボディ攻め、チャンピオンは畠山のボディが弱いと言っています。両者ともいい立ち上がりですね、はい、特に畠山君はいいですね。ライトアッパーがヒットしました。畠山いい攻撃をしています。ショートアッパーが当たります。具志堅さん、はい、右アッパー当たりますね。いいですね、よく相手が 見えてますね。なかなかねスピードもあるしね、思ったことがすぐできるね畠山、今日なかなかいいんじゃないですか。第1ラウンド前半は畠山のラウンドになっています。ボディ左スピードがあります今日の畠山。チャンピオンが今日はやけに背中を丸めています。普通は世界タイトルマッチだったら硬さがあるんですけどね、ないですねこの硬さ。そうですね、本当に。白井さん、この距離感はどうなんですか。いいじゃないですか、今のフックの人もアッパーの人もね、畠山は非常にいいですよ。ただね、王者はね後半に強いからですね、はい、これは気をつけないといけないですよ。スタミナの配分、これを誤ると大変ですよ。レフトフックも畠山よく当たっています。打ち勝ってますね。距離感も畠山のパンチがクリーンヒットする距離にいます。しかし右フック、挑戦者の方はもう序盤からどんどん行く畠山。一方チャンピオンは徐々に6ラウンドあたりから力を出してくるタイプです。畠山のねコンビネーションプローはねなかなかいいですね。はい、左とね、いいパンチを打ってますよ畠山は。リュウ・ワリュートレーナー、韓国人のトレーナーですが、この人と足掛け5年二人三脚をやってまいりました。ゼリーショート、今のこの回り方ですか、この足の使い方もいいですね、はい、白井さん、具志堅さん、今日は畠山のボクシングを絶賛。左フック、このレフトフックは面白いように当たって第2ラウンド以降に期待を持たせWBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦第2ラウンドを迎えます。第1ラウンドは挑戦者畠山のラウンドでした。ボディアッパーを打ちました畠山。白井さん、畠山は早いうちに決着をつけたいところですね。本当ですね、1回目からよく攻めてますね。今日はデイリーのいいボクシングをしています。ショートアッパーがよく当たっています。昨日までの流れを見ておりますと、チャンピオンのチェ・ヨンスの仕上がりが素晴らしいというふうに映ったんですが、今日の畠山はどうでしょう。素晴らしい動きをしています。まあ、畠山はね、どっちかというと1、2回よく見てね、良いんですが、今日は1回目から行ってますね。そうですね、リュウ・ワリュートレーナーの作戦も出たり入ったりということだったんですが、それを忠実にやってますね。ただね、さっき言ったようにね、この王者はね、スロースターターですから、はい、だんだんと調子をね、つけてきますから、このスタミナですね、さっき言ったように。
三谷大和と戦った試合を見ても松本浩二と戦った試合を見てももう終盤の猛然とスラッシュで相手が嫌になったボクシングライトアッパーが当たりました。チェ今のチェの、ね、右のアッパーね、はい、あれながらいいですよ。接近戦です。中村さん、はい、その劉和龍トレーナーなんですが、畑目はペースを掴んだと第1ラウンドを振り返りましたね、はい、それからカバーカバーと必ずそのブロックするようなそんな声はかけています。はい、竹方直樹アナウンサーが畠山サイドについています。打った後のリカバリーそれをちゃんとするようにという劉和龍トレーナーのアドバイス。中村さん、チャンピオンサイドはもっと力を抜け、右手の防御ガードを上げろ、体を揺らして中に入っていけ、そういうふうに指示を出しています。土井アナウンサーのリポート、チェ・ヨンスサイドから伝えてもらいました。確かに右がちょっと下がって畠山のレフトフックが当たりやすくなっています。右ストレートチャンピオン、あ、挑戦者、日本の畠山が挑戦者です。レフトフック、これも当たっています。普段はチャンピオンの方が相手にプレッシャーをかけるんですが、今日は畠山の方がチャンピオンにプレッシャーをかけています。硬さもやっぱりチャンピオンの方がね、少しまだ硬いですね、うん、畠山スピードありますね。いい入った、いいじゃないですか、畠山チャンス。これまでの 16KO のうち序盤の4ラウンドまでに決着をつけて試合が13回もあります。この畠山右フック、ライトアッパーも当たった、強調のパンチが今日はよく当たっている畠山。一方畠山の防具は白井さん、今日どうですか。今ちょっとまだね、打たれてますからね、打つけど、まあ打たれないようにした方がいいですな。チェのパンチはどんどんと効いてきますからね、はい、もう中盤から後半ですね、これやっぱり気をつけないといけないですね。しかし畠山いいですよ、接近してやっぱりチャンピオンのこのショートのパンチはいいですよね。怖いね、畠山のパンチが徐々にダメージを与え続け、日本では今年の2月川島博士がペニャロサに敗れて以来7ヶ月半、日本人の世界チャンピオンが不在という状態が続いています。これを打開したいという畠山貴教、日本がこの世界のリングに送り込むという最強のそして最大の期待を背負っているこの畠山。畠山本人も自分が負けたらあと 4,5 年は日本人の世界チャンピオンなんて誕生しないでしょうと言っています。この離れ際のパンチも白井さんいいですね。いいですね、このフットワークも警戒だしね、うまく相手のね打つところですかね、うまく避けてですね、サイドステップして打つパンチいいですよ。このサイドステップしながら打つというパンチも今回の試合に向けて畠山が学んできた大きな要素です。ただチェンはね、接近してですね、だん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 ね強いパンチを打ってきますからね。このラウンドチェが出てきますね、この2回目もねチェがなかなかいい攻めしましたよ、ショートパンチでね、はい、今日は両者がメキシコ製8オンスのグラブで戦っています。そうなんですよ、今日はね日本のグローブじゃなくてメキシコのグローブでしょう。具志堅さん、どう違うんですか、日本製とメキシコ製は。やはりラックルの方がね小さく感じますから、するとクリーンヒットした場合の衝撃が強いんですね。強いですよ、これやっぱりお互いね、ビー入った、あ、いいパンチ打ちましたね。あ、今の右ストレート良かったですね、畠山のこの打ち下ろしの右ストレート良かったですよ、はい、試合はここまで畠山ペースで進んでいます。中村さん、竹形さん、畑岡マネージャーによると畠はよく見えている、そして非常に冷静だ、自分の置かれている状況を自分で分かっているということで精神安定も非常にいいという話ですね。試合直前になっても畠山は普段と全く態度が変わりませんでした、落ち着き払っていました、余裕すら感じました、そういう安定状態がこのリング上でも続いているようです。畠山押し込んでいきます。押してますね、ロープを背負わせました、ショートの打ち合いになっています。ショートアッパーの打ち合いだ、チェーンもですね、アッパー怖いですよ、はい、しかしこの打ち合い危ない、この打ち合い危ない、この打ち合い危ない、出たり入ったりもうちょっとしなければいけません、畠山。いや、チェーンのパンチがね、今もういいですよ、そうですね、ショートでね続けて打ちましたね、ボディ打った畠山、またいい距離戻りました、チェがだいぶガードを固めています。このアッパー系統のパンチをチェがだいぶ嫌がっています。畠山もちょっと軽くね足をつきながらね使いながら、そしてストレートを主体に打つといいですね。
残り5秒です。両者の接近度がますます増しています。第3ラウンドの終盤、リングが鳴るか鳴らないかというところでちょっとお互いに感情のもつれがありました。さあ飛び込んでいった畠山、畠山が相手陣内に踏み込んでいくのは本当に珍しいこの立ち上がり。いやーなかなかね、畠山強気ですね、押していきますからね。冷静さを失わないでほしいんですが畠山。そうなんです、冷静にね、やらないといけませんね。畠山を打ちまくる。今日は畠山はいつもにいましてアッパーが多いですね、白井さん。そうですね、アッパーがね、非常に良かったと、あのショートの連打がなかなかいいですね。右アッパーが入りました、チューモア当たった。これはもう終始打ち合いになりますな。この距離になるとチェの方がちょっと分がありそうです。あのチェの方もですね、アッパーを出してますよ。はい、両方でね、アッパー出してるからね。右アッパー入った。我慢比べになりますよ、これ。はい、今のチャンピオンのアッパーね、なかなかね、鋭いですよ。そうですね、あの顎の先端ね、チンを打ちましたね。やはり、リュウガリュウトレーナーの言う通り、畠山は出たり入ったりというボクシングをしなければ危険です。そして、それを思い出したように畠山が足を使います。なかなか接近が強いですね、試合は。そして畠山もね、相手のアッパーが来る距離に飛び込んでいきますね。ああ、畠山が右目の左目の下を切りました。畠山左目の下を切っています。右ストレート、畠山これは嫌な展開になります。目の下を切ってしまいました。これは不利ですね。白井さん、この位置の怪我はどうですか。あーですね、彼がまだね、若いだけにね、これから長いですからね、怖いですね。おそらくバッティングによってできた傷だと思われますが、リュウガリュウトレーナーもチェの方が頭を下げてくるんで、このバッティングというのは警戒していますよということは話していたんですが、その予感が第4ラウンド当たってしまいました。左目の下をカットした挑戦者の畠山。こうなると畠山はますます勝負を急ぎたい。具志堅さん、畠山、左目は見えているでしょうか。大丈夫ですよ。まだ見えますか。はい、それでちょっとラウンド行ったらですね、ちょっと跳ねるんですよ。レフリーが試合を中断して、大月コミッションドクターに見せます。今日のレフリーはアメリカのミッチー・ハルバーン。去年の11月、ホリーフィールドとタイソンの試合をさばいたレフリーです。大月ドクターの判断は OK、 OK です。さあ試合再開。まあ、畠山がここでまたヒットアンド上ね、はい、レフリーの戦法を変えましたね。4ラウンドまでに負傷で偶然のバッティングで続行不可能という場合にはドローになります。そして5ラウンド以降で続行不可能になった場合はそれまでの採点表にあります。さあ畠山が猛烈に攻める。畠山が出場します。危ないな。いいパンチを回りました。第4ラウンドが終わりました。いい試合しましたね。さあこれから第5ラウンド、左目がだいぶ塞がっています。この畠山サイドには高橋ドクターがついています。この人は具志堅さん、はい、具志堅さん現役の頃からお世話になっている人ですね。そうですね、最初は渡嘉敷の時にねチーフ のカットマンしてましたね。はい、この試合はどつき合いになると言っておりましたが、まさにどつき合いが始まりました。畠山は打ち合いの時にね、できるだけ顎を広げてですね、はい、顎をガッと締めて。中村さん、はい、畠山の怪我なんですが左のまぶただそうですね。まぶた、はい、それはまずい。2センチで深さが5ミリで、白目の名人高橋トレーナーがついているんですが、はい、という一言ですね。口を濁しましたか。はい、でこれ、はい、ナックルによるものだそうなんで、はい、まあ、難しいところですね。あ、これはバッティングと見られていないんですね。はい、ということは、偶然のバッティングではありませんので、このまま傷
ひどくなってそのまま続行不可能となれば畠山の敗戦ということになるわけです。これまぶたったらねやっぱり見づらいですよ、はい、後半にちょっと響きますね。中村さん、はい、チャンピオンサイドはもっと前へ出ろ、自分から先に手を出せ、はい、特に上から下へと打てというふうに話しています。今まではよしという言葉はほとんどなかったんですが、畠山のライターパー引いている、うん、今のやっぱいいよ、これはお互いにね、はい、いいやパントリーですよ。ゲストステチャンピオンの足が止まった、チェイオンズの足が止まっている。常に柳のように揺れているチャンピオンの状態が動かなくなっています。相当なダメージをチャンピオンも受けている。ライタッパー、畠山ライタッパー当たった。チャンピオンが距離を詰められなくなっています。チャンピオンの足が止まった。チャンピオンの前に出る足がなくなっています。畠山チャンス、ボディを打った畠山、打ち合いだ。これはかなりいい打ち合いですよ。そうですね、お互いにショートパンクでね、畠山冷静な表情をしている。自分の方から下がっていく懸命な畠山。ああ、そう、ああ、ライトパンクだめだ、こんな格好じゃない。ああ、これはサミング、チャンピオンの襟が目に入りました。サミングを取りました。レフェリーがサミングを取りました。今のは減点になるでしょうか。このラウンドが終わると分かります。打ち合いです。ボディが走ったチャンピオン、畠山が走している。どんじゃ聞こえませんでしたが、このラウンドが終わりました。サミングのシーンです。そしてこのサミングについてレフリーのジェスチャーがちょっと不明確でしたので、今減点になったのかならなかったのか、コミッションの方に確認に急いでいます。第6ラウンドに入っています。しかし試合前の本人が言ってました、気迫でね、チャンピオンやっつけると言っておりますけど、はい、その通りですね。具志堅さんもおっしゃいましたが、畠山は今日の試合のポイントを気迫だと言っています。チャンピオンのチェイヨンスは今日の試合のポイントは精神力と言っています。中村さん、はい、竹谷さん、先ほどのは偶然のバッティングによるということで減点の対象にはなりません。なりませんか。これは大接戦になりますね。レイクナイスパンチ、クリーンヒットしました。接近戦です。ながらやるという龍和流トレーナーの声が畠山に飛んでいます。ロングフック叩きつけるチャンピオン、また接近戦に移りました。チェンの反撃もね、なかなか鋭いですよ。ここまでの勝負ってやっぱり気迫も採点も一歩リードしてるんじゃないですか、はい、調子者畠山君の方が、はい、しかしチャンピオンのチェイヨンスはまさに後半のチャンピオンです。後半だ、勝負は後半、はい、これまでの向かってくる挑戦者をことごとく後半の反撃で破ってまいりました。チャンピオンのチェイヨンス、畠山の気迫が一体どこまで続くか、最後まで続くか。左目のまぶたをカットしています。畠山高取りライトアップ当たった。WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチです。これまで20戦全勝無敗でこの世界タイトルを狙います畠山貴教。無敗のままで世界タイトルをつかめば日本人8人目という快挙になります。現在日本人選手の世界タイトル挑戦は14回連続失敗。畠山の方がねスピードはあるんですよね、はい、ただねパンチの数はねやっぱり王者が多いですね。そうですね、はい、接近した時ね、手数のチャンピオンですね。チェイヨンスはこれがだんだんと増えるんじゃないですかね。来月に結婚を控えておりますチャンピオンチェイヨンス、赤いトランクスがチャンピオンです。挑戦者の畠山貴教は白いトランクスです。
両者の距離はだいぶ離れてきました。ボディを狙えという龍和龍トレーナーのアドバイス。そして飯尾畑という今の声は片岡健太郎マネージャーです。6ラウンドが終わりました。さあライト級のタイトルマッチです。1度目の効果があって続く出血は止まっています。畠山今日は両者が青いボクシングラブをはめて上がっておりますが、この日本ので行われる世界タイトルマッチでこのブルーのグラブが採用されるのは6年ぶりになっています。あの辰吉良一郎が初めてタイトルを奪取した時、あの時がこのブルーのグラブでした。それ以来6年ぶりということになります。今回はそのブルーのグラブを畠山貴則が希望して採用されています。畠山のボクシングや辰吉のボクシングを見てこの世界チャンピオンを狙おうと思った畠山、その畠山念願のリングに今立っています。中村さん、竹内さんどうぞ。それは畠山の竹内さん、ちょっと待ってください。最後の打ち合いが国技館が巻いています。勝負の打ち合い、畠山の勝負をかけているのか。いやー相当ですね、強く打ってますね畠山ね。ある意味では勝負かけているんですね。そうですね。ただね、人にスタミナを消耗しないようにね、これを気をつけないと後は危ないですよ。竹原さん、お待たせしました。はい、晴れが随分ひどいんで、まあ、これからもどんどん晴れてくるだろうという見方はあるんですが、ただまだパンチは見えてはいるということなんで、まだ見えている。はい、はい、竹方アナウンサーのリポートを挑戦者サイドから伝えてもらいました。しかしあの畠山君のあの1回当たったパンチを次のこのコンビネーションですね、打ち続けるっていうのはいいですね。はい、なかなかファイトマンだね。しかし今畠山の方もクリーンシットしているのにチャンピオンが全く倒れない。このチェイヨンスの対戦相手が嫌になるのはこういうところなんですね。そういうことなんでね、アウトがしつこいですからね、ですから何回も言うようにね、スタミナ消耗しないようにと、これなんですよね。ベストフックから右アッパー、今のパンチいいでしょ。白いトランクスが日本の希望、希望の光、畠山貴則ライトアッパー。それからですね、中村さん、はい、チャレンジャーサイドは前半で4、5ポイントはリードしてるんではないかと、はい、こんな見方はしてますね。はい、この4、5ポイントリードという見方については白井さんいかがですか。いや私はですね、今はねイーブンです。イーブンですか。はい、具志堅さんはどうですか。これはもう私は畠山君がですね1ポイントぐらいリードしてますよ。1ポイント、2ポイントぐらいリードしてますね。はい、今日はジャッジ3人が採点をしますが、果たしてこのチェイヨンスの手数を判定するのか、あるいは畠山貴則の正確なパンチを判断するのか、そこら辺りも微妙な採点の結果としては分かれてくるものと思われます。中村さん、はい、チャンピオンサイドは打ってその後連打にしないとポイントは悪いぞというふうに話してますね。はい、はい、なるほど。しかしそういう意味ではこの連打はある程度今日は畠山貴則出ています。三原忠さん、井岡弘樹さん、辰吉良一郎さん、鬼塚勝也さん、竹原慎二さんに次いで史上8人目という快挙になります。 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦8ラウンド目が始まりました。畠山の左目、なんとか持ってくれというファンの願いが聞こえます。白井さん、はい、幸いなのは2度目の出血がないことですね。そうですね、まあ、あとですね、この血を止めればね、これはもう本当にいいんですかね。そしてできるだけそのね、傷のところ打たせないようにね、す、はい、ることです ね。それには左のガードが重要になります。畠山貴則、当然相手はね、そこを、ね、集中していきますからね。はい、離れてアッパーという指示は龍和龍トレーナーです。この畠山貴則と二人三脚、同じ部屋に住んでこの世界タイトルにかけてまいりました。龍和龍トレーナーは韓国人を指導してかつて世界チャンピオンを2人生んでいます。そして東洋チャンピオンを14人、韓国チャンピオンを24人生んだという名トレーナー53歳です。この後ろ姿、龍和龍トレーナー、
中村さん、はい、一旦接近戦で押しておいてすぐ離れてサイドステップでという、はい、こういうシーンですね、はい、今のパンチなんかいいですよ、はい、相手がバッとしたときにパッと打つのがね、あの効くんですよ。日本人と韓国人の世界タイトルマッチは過去59回あります。日本人の勝ったのが25回、韓国人の勝ったのが34回。最近では韓国人が日本人の世界タイトルマッチに4連勝しています。ちょっとお互いが手が止まりました。疲労がだいぶ出てまいりました。畠山貴教とチェイヨンス、畠山貴教は言っています。チェイヨンスと対戦した他のボクサーは徐々にスタミナ切れを起こして、そのスピードがダウンしている。しかし自分は違う、自分はスピードダウンしないだけのスタミナもある、そしてそれだけの練習をしてきたと話しております。畠山、ちょっとお互い手数が出なくなったこの第8ラウンドです。あのやはりそういうタイトルマッチとかね、12ラウンド、まあ、前は15ラウンド でしたんですけどね、ちょうどね7、8、9がきついんですよ。7、8、9、はい、そうですか。山場このラウンドに来ますよ ね白井さんは6度の世界タイトルマッチ、何ラウンドあたりが一番辛かったですか。やはり、まあ、あの15回ですとね、はい、10ラウンド、11ラウンドで、この辺が辛いんですよね、一番ピークになるんですね、はい。この第8ラウンドはお互いがちょっと疲れのピークが出てきたというラウンドでありますが、1分間休んで、さあ果たしてどちらに元気が回復するでしょうか。バンタム級とジュニアフェザー級のチャンピオンなんですが、はい、ポイントは老練なチェ・ヨンスがいかにスピードとテクニックで勝る畠山を精神力で飲み込めるかという話。土井アナウンサーのリポートが入っている間に右ストレートが入りました。割れんばかりの攻撃か。そうです、打った後離れてもう一回飛び込んでいく、これが畠山のスタイル。右、もう一回離れてコンビネーションを決めたい畠山。もう第9ラウンドに入っています。白井さん、これはもう稀に見る熱戦ですね。今の畠山のねワンツー打ってまたすぐワンツー、これは良かったですね、一番ねあの目につくやつですよね、目立つパンチ。スイッチやってもいいよ、スイッチやってもいい。お、リュウアニュトレーナーがスイッチやってもいいという指示を与えてますね。スイッチやってもいい。我々の見えないところで秘密で、あるいはスイッチの練習をしていたんでしょうか畠山。これは一つの作戦だと思います ね少なくともこれまでの試合の中で我々は畠山がスイッチするという姿を見たことがありません。離れてすぐ先に出た。そう、このリュウアリュウトレーナーの指示であるスイッチをいつ畠山が右入った。手間だ、手間だ、そう、そのまま右だ。畠山ちょっとそのタイミングを測っているような感じがあります。カウンターでも待っているような雰囲気すらあります。畠山タザ押しで第9ラウンドも終盤です。 WBA 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ12回戦。回れって回って回って回って、この日本人の世界ジュニアライト級チャンピオンというのはかつて沼田義明さん、小林博さん、柴田邦明さん、上原康恒さんと4人がなっています。5人目の世界ジュニアライト級チャンピオンになろうという畠山。左へ入った、クリーンヒットが入りました。左のフック当たりましたね、今入った。しかしチャンピオンが倒れない。チャンピオンも頑張ってますよ。いやー、これ根負けしないことですね、ますます畠山の左目は塞がっています。本当にまだ見えているんでしょうか畠山。日本人の世界タイトル挑戦は14回連続してついえています。また一発が入りました。最後のダッシュは去年5月の山口啓治、それ以来世界挑戦でタイトルをものにした選手は日本人にいません。苦しそうだ。左に初手が入った。日本人世界チャンピオンの不在に中止を打ちたい畠山。大歓声の中でラウンドが終わりました。
ドはあと3回あります。チャンピオンのチェ・ヨンスは9人兄弟の末っ子、高校1年で中退してボクシング界に飛び込んできました。そして畠山貴教も高校2年で中退してボクシング界に入りました。互いにここでレフリーがワセリンをつけすぎという注意です。龍我流トレーナーがこれを引き取ります。まあ少しでもいっぱいワセリンをつけたい気持ちは山々です。また畠山十字を切って戦いの場へと向かいました。押してすぐ右や、あと残す3つですね。中村さん、竹谷さん、あと3ラウンドというふうに片岡マネージャーが声をかけますと、はい、楽勝やと一言言いました。そうですか、まあ、自分に気合を入れる意味も込めてだと思うんですが、それからまだ左目は見えていると高橋トレーナーは言っています。はい、はい、竹谷直樹アナウンサーのリポート。畠山はまだ元気です。中村さん、チャンピオンサイドはこのラウンドにかけろ、勝負をかけろとキム・チュンスク館長は話しました。このラウンドが勝負というチャンピオンサイドは土井アナウンサーのリポート。それとやはりここまで来たら絶対もう逃げちゃダメ、もう残り3ラウンドですね、はいはい、やっぱり攻撃した方がいいですね。ドリントカウンターね、カウンターブロー、もう後ろ下がるとねズルズルになっちゃうですからね、タッグも向かい打ちしてもらえね、もうここまで来たら計算した方が負けですね。そうです、そうです、もう変な計算じゃなくて真っ向にね勝負した方がいいですよ。レフリー、ジャッジはジャッジ3人は自分の思うようには採点してくれません。左引く、畠山闘志が燃えています。その畠山の両手のグラブが青い火の玉となって韓国人のチャンピオンチェ・ヨンスを攻めかけます。判定は今のところ非常に微妙です。あ、いいアッパー打ちますね、チャンピオンも。左に右へ、ワン・ツー・スリー、畠山アッパー、フォーも入った、畠山ダイブ、始めています。チャンピオンも口からが強いんですよね。そうですね、10、11、12とジャブ、ジャブ出せ、左ロング、そうそうそう、ジャブ出して、オーケーオーケー。畠山もチェも、いやこれあれですね、ボテルが効きますよ。互いに期待にそぐわぬ好ファイトをしています。あ、左目真っ赤、挑戦者の畠山貴教はかつて韓国人選手に6戦全勝 6KO、 全て KO 勝ちで韓国人選手を破っています。一方のチェ・ヨンスは日本人選手と対戦して4戦4勝。畠山もね、負けずには手を出さなきゃいけないですね。うちはね、当たるんですからね、はい、右出せ、右出せ、デスタッパー、デスタッパーはこの畠山の新しい財産です。畠山は言っています。あっと、また頭と頭がぶつかったか、バッティングがありまして畠山が怒っています。さあグラブを合わせファイト再開。10ラウンド目が終わりました。精神力と気迫の戦いになってきました。 WBA 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦、あと2ラウンドです。下にアッパーが当たるんだよ。チェ・ヨンスガードを固めています。チャンピオン、これが6度目のタイトル防衛戦、韓国唯一の世界チャンピオン、ライトアッパーが当たった畠山。お互いにスタミナありますね、具志堅さん。そうですね、やっぱり辛い練習、辛い減量ですね、はい、それをやはり乗り越えてきましたからね、この11、12に気を抜かないでですね、向かっていけばチャンピオンになります。畠山貴教は9月のフィリピンキャンプで毎日あの暑いフィリピンで15キロを毎日走り込んできました。今回はこれ10キロぐらい減量してますよね、しかしすごいファイトしますね。中村さん、はい、チャンピオンサイド、ここでは判定勝ちは無理だろうから KO を狙ってどんどん行けという指示を出しました。土井アナウンサーのリポート。
あるいはジャッジの面でわずかな差があるかもしれません。チャンピオン陣営ほとんど差がないと言ってもいいでしょう。一体判定はどちらに転ぶんでしょうか。ジャッジがチャンピオンの手数を取るんでしょうか、あるいは挑戦者の的確さを取るんでしょうか。まさに判定微妙です。中村さん、はい、ここからチャンピオン内の粘りがやっぱり不気味な存在ではあるんですが、片岡マネージャーから相手も苦しいよ、チャンピオンも苦しいよと声が飛んでいます。はい、自分が苦しい時は相手も苦しい、勝負の鉄則。足を使います畠山、まるで闘牛士のように相手を引きつける畠山ですが、ここに右ストレートが飛んできました。チェ・ヨンスーの右ストレートもまだ伸びています。白井さん、この終盤に入って両者の戦いぶりはどうですか。そうですね、今のところも五分と五分じゃないですかね、このラウンドですね、はい、まあ、畠山はリードしてますけどね、この回はね、五分と五分ですよ、はい、だから気をね、緩めたら大変ですよ、そうなんですよ、やっぱりね、まあ、ボクシングじゃないけど、この日韓のサッカーありましたね、なんかもう最後のこの一発の逆転をさ、なんかボクシングにもなんかありますからね、それをやっぱり韓国選手狙ってますからね。サッカーでもありましたが、もう土壇場の強さ、韓国人の選手にはよく見られます。絶対ね、この畠山から気を抜いちゃいけませんよ。そうそう、まあ、そんなことはないと思うね、気が強い男だからね。よく見つめた畠山、畠山も苦しい、チャンピオンも苦しい、アッパチャンピオンベルトはやってくるか。残り3分、最終ラウンドを迎えます。沸き立つような国技館、日本のボクサーも世界タイトル挑戦は14回連続でついえています。その連続失敗にピリオドを打って鎖を打ち付けて、日本のボクシング界に春風をもたらすか。挑戦者畠山、青森の出身畠山、さあこの最終12ラウンドに青森のジョッパリ精神を持ってきます。中村さん、はい、最後に片岡マネージャーは大丈夫大丈夫と声をかけました。そしてリュウトレーナーはお前が今日世界チャンピオンになるんだと最後に声をかけました。畠山貴教にとってはまさに今日がリボン、生まれ変わる日になります。誕生日は1975年の7月28日22歳、しかしチャンピオンになった日が僕の新しい誕生日と畠山は言っています。下の狼のようにガツ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 と勝利になりたいという畠山、ライトアッパー右を食いました。もうチャンピオンの右も怖いぞ。もうこの12ラウンドも半ばを経過しています。夢で2度世界チャンピオンになって、その度に泣いていた畠山貴教、今日は真の涙を流すことができるか。いやー、これ今チャンピオンの右ストレートがカウンターに入りましたね。右のストレートね、しかしそのダメージをうまく消してライトアッパー、入ったチャンピオン挑戦者。残り1分ありません。ダメージ大きいですか。まだ大丈夫でしょう、気力で立っています畠山。もう時間には1分切ってますから、もうね、時間がないから、ここではもう我慢比べですよ。どちらが勝っているか、はい、まさにチャンピオンの言う精神力と挑戦者の言う気迫の戦いです。日本人に、日本人ボクサーに7ヶ月半ぶりの世界タイトルのベルトが戻ってくるか。残りは15秒です。チャンピオンが攻める、
すごいファイトですね、両者とも。判定です。畠山の世界初挑戦は判定にもつれ込みました。チャンピオンチェヨンスと抱き合いました。畠山泣きながら試合をしました。よく頑張りました。挑戦者の畠山もチャンピオンのチェヨンスもよく頑張りました。よくやったですね。あ、チャンピオンも放心状態です。もう思考能力ゼロですね、この時点で。力いっぱいね、もうお互いにね、よく戦ったですね、はい。さあ採点が待たれます。今日はジャッジがオーストラリアのデレック・ミルハムとアメリカのアート・ルーリーとパナマのマルクス・トーレス、この3人のジャッジです。万一ドローということになればチャンピオンの防衛。チャンピオンにとっても苦しい試合でした。畠山のこの涙はどういう意味でしょうか。自分に対する満足感でしょうか、あるいは倒せなかった無念の思いでしょうか。畠からはおもんぱかることができません。あのそれをうちが買うから、頑張った。あ、龍和龍トレーナー片岡鶴太郎マネージャーからもよくやった、頑張ったという声が飛んでいます。どういう最初になりますか。さあ山口リンガアナウンサーです。ジャッジ登録116対114、畠山。まずは畠山。ジャッジ116対114、チェン。おお、1対1に分かれました。さあ3人目ローバー。ジャッジフルハム114対114、ドロー。ドア引き分け。どうも惜しい。チャンピオンのタイトル防衛。防衛だ。世界タイトルマッチのルールは引き分けはチャンピオンの防衛です。初挑戦でのタイトル奪取はなりませんでした。まさに際どい薄氷の防衛です。この無情の判定、畠山はどう聞いているか。叫んだチェ。韓国唯一の世界チャンピオンの座を守りました。マルコス・トーレス116対114、畠山。もう一回整理しましょう。ジャッジミルハム、マルコス・トーレスが116対114、日本一との差で畠山を指揮しています。それからオーストラリアのデレク・ミルハムは116対114でチャンピオンのチェを支持しています。それからアメリカのアート・ルーリーは114対114のドロー、三者三様ということで規定の2票に達しませんで、チャンピオンの引き分け防衛ということになりました。旗を落として挑戦者の畠山貴教が引き上げていきました。いや欲しい。プロのリングで初めて会う、味わう勝利のないというこの畠山貴教でした。しかしチャンピオンもこれは辛い試合でした ね、まあ、試合そのものはね、もう大熱戦でね、よかったですよ。まあ、判定はね、どうあれ、はい、やっぱり最終ラウンドですかね。あ、12ラウンドですかね。僕は3ポイント勝ってますよ、畠山。具志堅さんの採点は最終的には、私は1ポイント畠山の勝ちなんですよ。あ、そうですか、はい。しかし具志堅さんの採点表遠くから見ると最終ラウンドチャンピオンが取っているんですね。そうですね、やっぱり10、11、12でね、あのチャンピオンが取ったのは、だから残りのこの3ラウンドがやっぱ勝負だったのかね。あそこで一つぐらい取ればね、10、11、12、一つ取れば、はい、チャンピオンだったかもしれんね。まあ、とは言ってもね、畠山もギリギリの状態で戦ってましたからね。まあ、しかし、まあ、よくやりましたね。内容はね、素晴らしかったんですよ、はい。さあ、それではチャンピオンの防衛インタビューを聞いてみましょうか。土井アナウンサーにインタビューしてもらいたいと思います。それでは防衛を果たしましたチェ・ヨンス選手にお話を伺います。非常に厳しい試合でした。厳しかったです。今まで防衛した中でこの試合はどうでしたでしょうか。自分が自分
강화전을 펼치신 가운데 이번 시합은 어떠셨습니까? 제가 다섯 번을 싸웠지만 그 다섯 번 싸운 것 많지 힘들었고 매 방어하는 데가 이렇게 힘든 거를 다시 한번 사람들에게 느낍니다. 私は5回戦いましたけれども、いつもそのたびに厳しかったと思っていますし、何回も何回でもこういう戦いというのは厳しいということを実感しました。 今日もチャンピオンらしい終盤の粘りがありました。チャンピオン다운굉장히종반전까지끝까지끈질기신느낌을받았습니다끈기를느꼈는데요일단제가이길수있는거는정신력이었고그걸로무려붙인게이렇게이기게되지않았나생각합니다私が勝った勝因は精神力ですし、そのまま追い込んでいったのが私が勝った理由ではないでしょうか。おめでとうございました。見事敵地日本で防衛を果たしましたチェ・ヨンスン選手でした。中村さん、それから敗れました、はい、畠山サイドが引き分けだったんですが、終盤がやはりチェのペースではなかったこと、そして最終ラウンドは取られたかもしれないが、ただ勇敢に非常に戦ってくれたと関会長は言っていました。